ね、フリスクを食べてね。お、あっ、おっと、サミュエル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 、はい、猫食ってる。始めましょう。はーって言ってみて。あ、くそ、なんかちょっと掃除した下水みたいな。ゾッとする雑学を。おー、久しぶりだね、実は結構前にやっていまして、第2回目なんですけど、ゾッとする雑学1回目が大好評だったんですけど、結構おもろいね。気づいたら半年以上経った。第2回までが長かった。ということで、今日はもう1人2個ずつゾッとする雑学を。もうまあもうゾッとする雑学がもう逆になっちゃってるじゃん。ゾッゾッじゃん。まあ僕が権力者なので、それ言うてたね。第1回目も言ってた。第1回目も言ってました。僕が独断と偏見で雑学を決めることができます。僕がゾッとすればむずいな、これ。アクセント置けばいいですよ。ゾッとする雑学をって、これでアクセント置けばめっちゃいいやつ。さっきもね、半年前の自分たちのゾッとする雑学見て大爆笑してましたね。大爆笑。素晴らしい。そう、素晴らしい。やっぱね、昔の動画を見ててもね、おもろいの。おもろいね、昔。常にレベルアップを僕たち心がけてますけど、昔は昔で見習うべきところがあるんです。そうなの。なんか忘れてるところとかもあるもん。ということは、今日は初心に戻って僕はターボをいじりにいじり倒した。写真に戻って、はしっかりそれ全部返して、ああもうね、もう元気よくリアクションしていくから、もう全てね。1人目、恭平さん。正義もつけてるでしょ、今指輪。指輪つけてます。指輪の中には7億3000万匹サイリがいます。やばい、やばい。指輪つけてません、つけてません。指輪つけてる人、つけてる。これだけ。もう7億やん、もう。やばい、7億って何だ。21億。うわー、思わないです。3本の指でつけっぱってやる、指は全部つけっぱで。あ、3倍ですその。どういうこと。つけただけでもう7億。そうそう、5時間くらいで7億増えちゃうらしい。森さんお願いします。はい。くしゃみあるじゃないですか。目を開けたまますると目飛び出ます。え、どういうこと。調子悪いな。目飛び出す前に滑舌動きだしちゃう。はい。皆さん、エレベストという山を知っていますか？エベレストね。あ、エベレスト。エレベスト。そうでしょ。世界一高い山ですね。なんと、ここの山頂、登山家の中でデスゾーンと呼ばれる、人間が踏み入れてはいけない領域と言われてるんですよ。それなぜかというと、死体が200から300、いっぱい転がっているんですよ。マジ？エベレストに？エベレストに。あれだよね、なんか、山とかでこう、なくなっちゃうとさ、そう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 。救助するのが大変だからさ、死体とかでも放っておいちゃうパターンって結構あるんだよね。そう、それなんでかって言うと、春になって、なんでお前ですか？目が下手くそだからね。死ねんだよ。じゃあ、レア3つ入れ。あ、1個。まあ、先。そんなにあるの？すぐすぐ、まあ、いらねえわ。まあ、これなんでかっていうと、ヘリコプターとか救助隊、6000メートルから上には登れないんです。おお。じゃあ、エベレスト無理なんだ。8000だもんね。だから、救助もできなくて、見捨てるしかないと。4人目、ターボーさん。テイストちょっと違うんだけど、よくよく考えれば、ゾッとするということで。1円玉あるでしょ。1円玉ありますね。1円玉作るのに、2円かかります。え？元も子もね。悔しい。ゾッとする。悔しい。赤字や。公表はしてないんだって。いくらかかりますみたいな。でもその原材料とあと重さでなんとなく大方予想できるんだよ。どうやら1円玉は2円かかる。5円玉は7円かかる。なんで？なんで？2円増してんの。で10円は普通に10円かかる。なんでやねん。みんなさ、抹茶系の菓子って食う。たまに抹茶アイスとかもいいよ。たまにね。抹茶系の食い物にはカイコの糞が入ってます。なんでなんで。カイコの糞、虫でしょ。糸に使える虫とか、絹とか作る。そうそう、虫。あれが着色料として使われてる。ちなみにそのグリーンのさ、ミントガムあるじゃん。あれもカイコの糞です。やばい、それは最悪や。いや、めっちゃ噛むじゃん。最悪だもん。どの車にも、どのバッグにも。そう、正義めっちゃ噛む。うわ、ちょっと寒い。黒つきんしで、黒つきんしで、黒いがダメ、緑がダメ。皆さん大嫌いなゴキブリ。あ、出た。俺嫌いじゃない。もう知りたくないね。なんと中にとかあります。てぇ、マジで言ってんの。マジで。ゴキブリのとこですか。まあ、象ではないんだよ。気持ち悪い。気持ち悪いわ。気持ち悪い。見てみたい。他にもいるんかね。ゴリラとかでもしないでしょ。でもゴリラはおっぱいよりケツの方が興奮するらしいけどね。
前なんでそんなに知ってんの。それってなんでかっていうと、ゴリラって四足歩行でしょ、四足歩行でこう常にこうメスの後ろを歩いてるから、もうケツしか見えないけど、大体だからケツばっか、ケツが大好き。ありがとうゴリラさん。ゴリラじゃない、こっちだろゴリラ。全力で突っ込んでいかないと。もうできない。あー忘れてるな、やばい。あしらい突っ込みはもう俺だから、もう熟練漫才師じゃない。違います夏になると行くとこありますね。プールですよ、プール。あ、プール。プールに行ったことありますね。なんと、そのプール。1時間に尿を1リットル吸い込んでいます。吸い込んじゃうの？口から？だから、この皮膚とか。気持ち悪い。1リットル。え、じゃあプールの中で、おしっこしてるやつがいいってこと？だからそれいるよ。俺しょっちゅうしよう。何や、最悪やろ。最悪やろ。最低だな。病院でさ、手術するときあるよね。全身麻酔するじゃないですか。はいはいはい。全身麻酔してるときは、本当に何も感じないんですよねみたいな、はい、医者に聞くと、うん、で医者はまあ普通にそんなのかかるわけありませんみたいに言うけど、500人に1人は痛み感じるらしいです。マジで？マジ？結構な割合。確率高いよ。結構な割合。もう一個僕知ってるやつ言っていいですか？全身麻酔って緊急段階でなんでかかってるか分からないらしい。マジで？あ、そうなの。危険すぎん？やばいよね。なんでこんなかかってんのか分からへん。なんでこんな寝ちゃうのか分かってないって。飛行機とかもそうや。なんで飛んでるか。あれって分かってないの？そう、あれ、科学的になんで飛べるか分かってないけど。そうなの？でもなんか知んないけど飛べるみたいな。あ、やばいって。いるのか、お前。分かんない、そのツッコミが。あれ、画面ないと知らないから分かんない。だろうと思って。困らすやろうと。分かんない、お前はもう正解の温度だとね。思い出そうとしてます。出来事に戻します。いや頑張れ。若かりした方を取り戻します。ちょっとでもあんまゾッとしないんだよな俺。まだなんか予備みたいな。俺もありますよ。俺も予備軍ある人いるんだ。予備軍ありますよ。じゃあ病院行くっしょ。まあ病気しょうね。どんな名医でも精神率って言って正確な診断率30%らしいです。やばっ。怖っ。病院のね、監査機関があるんだけど、そこが調べた結果 70% 誤診らしい。え、名医でその結果だから、パンピーの医者は 10% とかの、それがね、原因で死んじゃうとかあるかもしれないね。誤診の原因で。なんで？お前小さっ。5週間限定。外国人から見て日本人ってめっちゃ口臭いらしい。そうなの？マジで？お前やじゃない。俺が特にそうなんだけど。お前のせいじゃん。海外の人ってなんか脇ががどうか。それやそれやつだ。海外の人は脇があるんだけど、その代わりに日本人は口がやばいらしいです。なんで？日本人って外国人みたいにキスとか密接な挨拶とか手軽にしないから、まあそこまで気使わなくていいやろみたいな。そういうね、考えがあるからね。さらに、日本人、朝の寝起きの口の汚さ、肛門より汚いです。お前は多分、もっと汚いな。まあ、でしょうな。お前はそうなるわ。臭豆腐だよ。確かに、日本人にはエチケットが足りないと思う。それ普通なんでしょ、日本人からしたら。俺とかめっちゃガム噛むじゃん。あ、そうね。唾液も結構噛むと思う。その他の人全然噛まないし。あ、でも俺はその最近気ぃつけてる。それはお前はもう言われまくってる。普通はもうそれぐらい何もしないってことでしょ。いや俺もだって普通になって嫌だもん。俺も嫌だ。そう、嫌だから噛む。あと日本人は言ってくれないと思う。ああ、確かに。言いづらいね。あるよ、言いづらい言いづらい。俺はどうも言ったことない。もう臭いから。ターボ以外あんまそう感じたこともないけど。最近ない。最近ない。ただイベント後の足めっちゃ臭いから。これ何がゾッとするか教えてあげよう。臭いっつってんの。水洗わない。靴下だけがここにあって、俺が2階にいて、ノリと去年は1階にいて、ターボ、あ、お前足臭いからあれよって振り向いたら思ってきた。おもろい。なるほど。って感じやな。誰だ優勝は。もう圧倒的です。うわ。第2回ゾッとする雑学王は、うるせえなこいつ。うるせえな。ターボー。いやー、強いなー。2冠だぜ。2冠だ。強いわ。誰も優勝。2冠です。まあ前回は僕大賞金という名前で優勝。まあ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 、大腸菌さん、大腸菌が、あー久々ですわ。今日はちょっとそうだね、俺がちょっと足りてなかったわ。そうだね、昔は思い出してきれいじゃなかった。そうだったわ。ごめんね、肛門さん。肛門じゃねえから。もういいのよそれは。もうシュウドウキさん。シュウドウキさん、もういい名前じゃん。改名しろよ。なんで改名しろよ。
シュウさんじゃねえよ、もうただ中国にいそうだな、それ。まあでもね、やっぱ動画的には面白いんで、まあ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 シュウさんで行きましょう。はい、じゃあ行きましょう、シュウさん行きましょう。もう、うざ。明日から、それぞれの道へ進む。